北秋田市立相川高等学校は、2011年3月まで、秋田県北秋田市下杉に存在した、公立高等学校。2011年4月に、秋田県立秋田北高高等学校へ統合し、廃校になった。相川東中学校の跡地に建設された。同校は、球場大野村時代に財源を投じて、新校舎が作られていたため、1960年の、 愛川中学校の統合時に統合を拒否し、統合後も跡地活用には、難が残っていた。開校当初は、学校法人秋田短期大学が設置し、秋田短期大学附属愛川高等学校という、公明で私立として創立。後に、北秋田郡五町村で構成される組合に移管し、組合立となった後、市町村合併及び同士に合併しなかった市村が、 組合を脱退したことで、北秋田市に移管された。このように、市立組合率、市立、県立と三度も所管者の変遷を経た珍しい学校である。秋田県内で、このような形での組合率の学校は、秋田公立美術工芸短期大学、秋田公立美術工芸短期大学附属高等学院があり、他には、市町村合併で、組合律ではなくなった片上市、 縦波城中学校などがあった。校訓自立、友愛、創造。献血で厚生大臣賞を受賞したことがある。フェンシング部が全国レベルであった。ABC スノウチ 1995P62ABC 平成23年会議録議案第15号、北秋田市立相川高等学校の廃止の認可について。 秋田県教育長総務課秋田県教育委員会2015年10月25日閲覧ありがとうございます。